どうもどうもお疲れ様です。エステちゃんです。今日は最近私がハマっている F はファミリーの F のあのダマなしです。で、私今シーズン2のあの10話の途中まで見てるんですけど、まあその後前回のその F はファミリーの F の話からまたちょっと進みました、話が。で、確か前回はなんか長男が童貞を捨てた話と、近所の隣に住むねカップルのあの人と、行為をして童貞を捨ててっていうのと、次男が暴れ回ってるというか不良の道に進みそうだっていうのと、その下の妹長女が数学でのこのね才能開花させそうだっていう、話と、あとお父さんがなんか復職しそうだみたいな話と、お母さんがサラダトースターっていうあの葉物野菜の水切り器でなんかこういい感じだっていう話はしたと思うんですけど、長男の人、長男はなんかそのもう黙っていることに、寝取ってしまったっていうことに罪悪がすごくて、まあ、ついに告白するわけですね。あなたのその彼女とやってしまったみたいな。だけどで、まあそのお隣のおじさん、その寝取られたおじさんは動揺するんですけど、結局仲直りをしました。でその彼女はまあ誰とでもなんか寝てるみたいな、寝てるしなしっていう話で、なんかこう、なんかうまく収まってます、シーズン2の10話では。で、次男の子は暴れ回ってるんですけど、その次男をいじめてた、ジミーってこう懲らしめようとした作戦があるんですけど、それによってその本当に事故に遭っちゃうというか、自分たちが仕掛けた罠を避けるために車に轢かれちゃうっていうアクシデントがあって、でそれを機になんかこうちょっとおとなしくなって、かつそのいじめてきたジミーの妹に今恋をしたっていう しているっていう、ところです。で、妹の話は全然出てきてないんで、ちょっとどうなるかわからないです。で、奥さん、お母さんは、見事株主総会でサラダトッサーを発表できるんですけど、その手柄をこう創業者のおばあちゃんに取られそうっていう、はい、怖い展開で、お父さんは、まあ、復職するために自分の後任についた航空会社のなんか会長だかの甥をなんかこう遠くに飛ばすっていう作戦を実行しているっていうところなんですけど、まあ、何が一番一大事かっていうと、あの夫婦仲がすごく悪くなってます。はい、とっても悪くなってる。でこう悪くどうにか改善しようと思って、なんかそういう牧師さんだか神父さんだか開いてるそういう夫婦のなんかセラピーの会みたいな、他の夫婦も参加するこう会に行くんですけど、そこでお父さんが、いやなんかこのお母さんがねサラダトースターとかなんか発明してうまくいきそうになってるのが悔しいと、自分は失業して収入も減ってなんか仕事と家長としての威厳2つを失ってるのに、なんかこう妻がね、なんかちょっと妬ましかったみたいな告白をしたことにより、奥さんっていうかそのお母さんもブチギレてすごく仲が悪くなってます。はい、子供の前で普通に喧嘩とかしているような感じで、今後どうなるのか、ちょっとまた楽しみだなっていうところであります。はい、ということで、またちょっと F はファミリーの F について上げていきたいと思います。終わりです。